原田通、2、田区は神戸市を構成する旧区のうちの一つで、同市の東部に位置する。東田区や西宮市と同様、西郷などの酒蔵が有名である。沢の鶴などの本社は名田区内である。名田区とされた由来は、神戸市が区政を施行した1931年当時の神戸市域の中で唯一、伊佐里の範囲内であったことによる。 その後1950年に神戸市に編入された地域が東灘区とされたのは灘区の東にあることによる。阪神間における灘、すなわち灘伊里が西宮市から神戸市灘区までを指し灘区はその西端に位置するにもかかわらず、また東灘区は灘伊里の東というよりもむしろ中央部にあるにもかかわらず、区の名前が灘区。 東灘区となったのはこのためである。なお、野田駅は灘区の全域が神戸市に編入される以前に設置され、当初より野田駅である。神戸市の東部に位置し、北に、真矢山、六甲山を要し、南は大阪湾に面する。東は石屋川が流れる。六甲山系の北陸は加古川水系に含まれる。大学高等学校中学校。 小学校特別支援学校各種学校たるみ区、東灘区とともに区内を市営地下鉄が通過していない。また、山陽新幹線が区内を通るが、駅はない。なお、区内はすべて六甲トンネルの区間内である。灘区は、神戸市九区では、東灘区、長田区、たるみ区とともに、新規バスの路線が乗り入れていない区でもある。日本最大の指定暴力団、 山口組の総本部は高級住宅地の灘区、篠原本町にある。総本部の周辺では、灘区役所と兵庫県警、周辺住民による山口組総本部対去運動が一時は活発であった。東名は、三陰町の南西部に設置されていた大技だが、厳密には、地区としての東名と駅としての東名が設置された場所は隣接していない。詳細は、 新材景気の記事を参照。実際には、前々年の合併時点ですでに、奈良区を名乗っていたと思われるが、この時点では、町名の一部としての区としての扱いであり、行政区画としての意味合いは有していなかった。政令指定都市明治以降、区過去の日本の行政区画も参照のこと。この時、神戸市に編入しなかった地域は、三陰町に、 編入の上で1931年1月に大あざが西平野に改称された後、1950年4月1日に神戸市に編入され、現在は東灘区三影山手の全域及び三影三丁目となっている。本名大塚良治、当該記事参照。本名前田徹。当該記事参照。ありがとうございます。